僕の名前は麦原薫。僕にはよく遊ぶ近所のお兄ちゃんがいた。親が仕事で夜遅くて、兄弟も遊ぶ友達もいない僕にとっては、本当に兄のような存在だった。そんな兄をバカにするクラスメートがいた。お前がよく遊んでるやつバカそうだよな。頭真っ赤っかだしさ、きっと頭も悪いんだろうな。あんな昼間にガキと遊んでるとか、どうせニートとかだろ。うるさい！あ、いってえな。何するんだよ、この野郎。クラスメートと喧嘩になった。でも僕は一人で、向こうは三人。ほとんど一方的にやられていたところに、近所のお兄ちゃんが来た。何してんだ、カオル。あ、バカ頭。え？バカ頭って俺のことか？ひでえな。髪の色は確かにバカみてえかもな。お兄ちゃんはクラスメートにバカにされても笑っていた。すまんがそいつは俺の友達でさ、勘弁してくれないかな。はあ、お前高校生のくせに俺たちに頭下げるのかよ。情けねえ。かっこ悪い。派手な頭してるけど、ビビってんじゃねえの？あんなことされて兄ちゃんが黙ってるわけがない。兄ちゃん。おい、お前の兄ちゃんダサいな。そんなことないよ。いや、俺はダサいな。ビビってる。え？だからあんまりいじめないでくれないか、な。なんだこいつ、ダサすぎてテンション下がるわ。行こうぜ。大丈夫だったか？なんであんな奴らにヘコヘコしてたの？え？プライドがないのかよ、かっこ悪い。がっかりさせちゃったか、ごめんな。次の日。おい。え、なんだよ。昨日てめえ、何もしてないうちの弟に手を出したらしいな。え、それはそうだけど。弟に土下座しろ。そしたら許してやるよ。は？なんでそんなこと。土下座しないなら、こっちにも考えがあるぞ。おい、やめとけよ。ああ、なんだてめえ。あ、兄ちゃん。あいつこいつとよく遊んでるやつで、超臆病なチキン野郎なんだよ。この方の遊び相手だと？ガキの喧嘩に大人が出てきて土下座しろっていうのは、やりすぎじゃねえか。ああ、チキン野郎が何を調子に乗って。ですよね。え、俺もそう思ったんですけど、こいつがどうしてもっていうもんだから。全く聞き分けがなくて困っちゃいますよ。すみません。何言ってるの兄ちゃん、こんなチキンに。黙ってろ！この人はな、地元、いや全国で伝説になった赤鬼の戦鬼の異名を持つ伝説のヤンキーなんだぞ。ちょっとそれ恥ずかしいからやめてくれないか？若気の至りだし。はい、ほら行くぞこら。この子も二度といじめんじゃねえぞ。わかったよ兄ちゃん。大丈夫だったか？うん。兄ちゃんすごい人だったんだね。いや、昔ヤンキーだっただけだからな。すごくねえし、あんなもん人に迷惑かけるだけのゴミだから、マジで忘れてくれ。そうなんだ。おう、お前も絶対ヤンキーなんかなるなよ。ならないよ、ヤンキーなんて。僕の夢は好きな人のお嫁さんになることだし。何急にギャグ言ってるんだよ、男がお嫁さんって。ギャグじゃないよ、大体僕女の子だし。マジ？そうだよ。それに僕が好きなのはお兄ちゃんだし。え？この後二人がどうなるのかはご想像にお任せするぞ。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。